ホテルウクライナは、ロシアのモスクワにあるホテル。ホテルのランクは5つ星。アルカディム・ルドビノフ及びビアチェスラフ・オルタルジェイフスキーにより設計された。高さ206メートルのスターリンゴシック様式によるマテンロー。モスクワのセブンシスターズの一つである。1953年から1957年にかけて建設された。重厚なファサードと、 ウクライナの伝統的な衣装に基づく内装が特徴的である。玄関ロビーにはフレスコ画の天井画がある。中央部のマテンがホテルで、周囲の低層棟はアパートとなっている。中央棟の前面には広場があり、この広場には1974年にウクライナの国民的詩人タラスシェフチェンコの像が建てられた。現在はカールソン・レジドール・ホテルズに加盟し、 ラディソンドイアルホテルモスクワという名称になっている。下記のいずれの駅からも徒歩10分。ホテルウクライナ、クトバスカイスクレーパーセンター、ホテルウクライナエンポリス、ハットホテルウクライナ、ストラクチャーレホテル、ウクライナホテルウクライナ。ありがとうございます。